写真拡大。ソフトバンクの松田龍馬投手が自身のインスタグラムを更新。西武榎田大輝投手との元阪神コンビニショットを公開し話題を呼んでいる。二人は2012年から17年まで阪神で一緒にプレー。松田龍は18年途中にソフトバンクで、榎田は18年開幕直前に西武へ移籍した。日本一のソフトバンク、パ・制覇の西武はご褒美として祝勝旅行へ。ハワイで合流した2人は笑顔で写真に収まり、松田龍は両手でピースマークを作っている。元虎にショットに阪神ファンはやや複雑な心境のコメントを寄せている。元タイガースコンビ猛虎魂たまらんにショット。元阪神コンビ素敵です。二人ともタイガース戻ってきて。2005年を最後に優勝から遠ざかり、日本シリーズ出場も2014年が最後の阪神。祝勝旅行を楽しむ二人に羨望の眼差しを向けている。フルカウント編集部。